はい輪島市宅田町にあるこちらの仮設住宅では今回の豪雨で近くの川が氾濫し高さ80センチほどまで浸水の被害が確認されていますこちらの団地は300人以上が住んでいますが、えー、今日から県の災害ボランティアが入り泥のかき出し作業や家電の運び出しなどに着手する予定となっています、えー、ただ作業に入るにあたって課題もあります ボランティアの作業は住んでいる人の立ち会いのもと行う必要がありますが現在、避難所にいる方が多く立ち会いができず作業ができないことが心配されています。記録的な豪雨に見舞われた3連休が明け輪島市内の高校では36人の生徒が欠席しましたが登校できた生徒たちは朝から通常通りの授業に臨んでいます。やっぱりそれぞれ、ぞ 生徒たちは大変な事情を抱えてますけども、お互いの顔を見合うことで、しっかり前を向いて歩いていけるようになる、そんな思いで、えー、今日は再開しまし珠洲市や能登町の小中学校では、通常通り授業を行っていますが、輪島市内の12の小中学校は、通学の安全が確保できないとして、あすまで臨時休校となっています。 また女子中学生らが安否不明になっている布袋川町では警察などが今日も捜索を続けています県内ではこれまでに7人が亡くなり6人の安否や行方がわからなくなっています、はい、こちらでは水が引きようやく被害の全容もわかり始めていることからようやく復旧作業に着手できるようになりました こうしたことから県の災害ボランティアは明日も入ることになっています。以上、和島市から中継でお伝えしました。